腹減ったなぁ。ナッシュは普通にちゃんとうまいよ。まあでも、あの、な,なんだ、ある程度、なんかカロリーだの、なんだのとか、そういうの気にする人からしたら、ちょうどいいかもしんないけど、俺は太りたいから、ナッシュでだ、の量だったら、普通に、まあ、3個か4個は食わないと、腹いっぱいにはならんだろうな。 てか実際エイペックスのレイジンだけ俺4つぐらい食ったよな。何個食ったっけあ、違うわ。2個と、2個とナッシュの中のパンみたいなやつ食ったんか。俺は本当に頑張っても太んねえんだよななんか努力に見合った太り方できなくてマジで辛い。太るの。一時期さもう胃袋を広げようと思って、 もうめちゃくちゃ食ったら、まあ、実際胃袋広がるんだけどさ、すげえ食えるようになって、筋トレして、飯食って、アメリカで一番カロリーの高い、なんだっけ、なんかハードゲイナーだったかなんだったかっつの、の、それのチョコブラウニーだったかなんだったか忘れたけど、みたいなやつを1.5杯分飲んで、寝て、起きたら、 また1.5倍みたいな。相手、そう1.5倍のやつ飲んで、で、ちゃんと3食食ってっていう生活を半年やって、やっと5キロ太った。んで、2週間それやめたら元に戻ったから体重。もうやめた。もう二度とやんねえと思った。あ、つかでもやめてる期間もプロテインは飲んでたけどな。筋トレちょっとやめたんだ。筋トレやめて、やったら、 速攻戻って、マジでやめた。マジでおもんない。デブ活おもんなさすぎる。クソゲーだわ。くだらねえ。お菓子とジュースを取り続けるは全然やってる。それ俺日常的にやってる。俺、それ普通だわ。俺、飯の時以外ジュースしか飲まないし、毎日お菓子、アイス、結構、結構な頻度で食う、俺。 だって俺カップラーメン食うときは必ず2袋食うし、で、ここはカップラーメン2袋じゃ足んねえから、まあ、スープも半分ぐらい飲んだあげくおかしく食うから、もう全然無理だ。もう本当に太れない。無理。噛んだらダメ。俺マジで噛まない。だからかな、逆に。俺本当に飯噛まない。汗全然かかない。痩せるより太る方が難しい。 毎日4000カロリー全然余裕で取ってると思う俺いや取ってたと思う当時んさっき言ったさあのサイクルあるじゃん夜俺あれ働いてる時にやってたからあの朝スタバ飲んで朝マック食ってで昼味噌ラーメン食ってで夜さっき言ってたルーティーンを週5でやってたからそれで半年で5キロ無理だ でもね、そこの話するとね、結構ね、代謝がって言われるんだけど、俺、汗もかかないし、トイレもそんな行かないんだよな。あ、内臓脂肪も少なかったはず。この間、この間っていうか、ちょいちょい健康診断行ってるけど。内臓脂肪少ない、俺。体脂肪率も俺9%くらいしかねえしな。なんなら水泳やってた時俺、体脂肪6%しかなかった。水泳やめてから3%上がった。